その平和国家の構築というのは、完成まで時間がかかるものなんだと、その努力を続けていかなければ講和条約の時に日本が約束したことの約束違反になるぞと、今法制審議やってること自体がそれをどうするか、講和条約の時に日本が国際世界社会に向かって平和国家を構築するといった一つの言葉と矛盾であるとか祖母であるとかをどう説明するかに遡る話でもあるかというところを海田先生は指摘をしておられます。未来志向、その未来志向ということ自体が私は悪いとは思わないので、ただ未来志向になるためにも基本的な和解というものをの道筋をつけることが必要なんだろうというふうに、基本認識として思っていました。だからそれが和解っていうのはどういうことなのかということと、和解に向けたプロセスがどうなるのかということが、70年の談話の中で非常に大きな意味を持たなきゃいけないんだろうなということだと思うんですね。今の日本でとっても私はこの無責任体制っていうか、まあ、国立競技場の話にしてもそのオリンピックの話にしてもこの安倍玉にしても原発の再稼働にしても誰かが責任を取るっていうことがなくてね、やっている、誰も辞めないで誰も捕まらないでやっているっていうことが現実に今起こってるわけですよね。今長崎の原爆記念館ですか、行ってきたんですけれども、要するにあれを、外国の人が来てみたとしてね、私たちが被害を受けましたと、大変だったですというメッセージしかないんですね。なんか結局そこにいたオーストラリアの方は兵のもう被害になってるんですね。だけど彼らは幾度にこれで戦争早く終わって、よかったと思ってるよと。それから韓国の方はいろいろ日本の人を騒ぐ、それで自分たちだと同じ被害を受けたんだけど、何の保証も自分たちにはないということをおっしゃってるんですね。それが、次世代というか2代目だから和解ができるんじゃないかなというふうに、最近思っておりまして、今日もこうメール見てましたら、ヒューゴ・ボスというなんかドイツの服飾メーカーがナチスにすり寄ってですね、前の大戦の時には、軍服とかああいうもので大儲けしちゃうと、なってますから、結構になってこう文化的な交流がね、進んだっていう面もあると思いますけど、もう少し進めてほしいなと、例えば慰安婦の問題にしても女性の立場からもっともっとこう、ね、声を上げていただいて、やっぱり同じ女性の立場からこういうことがあったよねって、当然こういうことはあったでしょうねっていうのはもう誰だって分かってるわけですね。実際に出されたやつを見てもどこで焦点があるのかよく分からないだったら最初から談話出すって言わなければこんな問題にならずに、何の問題まですることを言うためにわざわざというところをやっぱりまあ総理の談話ですから、政治に関わる人がきちんとやっぱりその安倍さんに聞いてもらう必要があるな、私らがいくら臆測してみてもですね、何の意味もないことなので、やっぱりそこからいかないとこの談話を返せる理由っていうか、それが次が通らないなっていうふうに思うんですが、認識という行為とそれから理解という行為と合同という行為、この3つのパターンがどうしても私の、考え方の中から、離れません。物事を考えるときにどうしても認識、理解、行動というパターンです。もっと分かりやすく言うと、イチローが球を相手が速いの投げてきてもどう球が来るかというのを認識をして、でどうそれが来るかというのを理解をして、バッターをバットに当てるのがコートと、そのように考えていただければ、戦争の認識をどうし、そしてそれに対してどう理解し、どうアクションを取ったかというものに全て当たるような気がします。